前回16ミリ映写機の操作方法についての動画をアップしましたけども、質問がいろいろ来ています。質問の内容はいろいろなんですけども、多かった2つについてお答えしようかなと思います。多かったのはまず、映写機を使うのは免許が必要ですかという質問、それから映写の途中フィルムが切れたらどうするんですかという質問です。では最初の質問、映写機を扱うのは免許が必要ですかという質問の答えなんですけども、結論から言うと免許は必要ありません。しかし昔は必要でした。映写技師の免許は国家資格として存在してたんです。映写技術者免許証と言ってたようです。ですから映画館には必ずこの免許を持った人が必要だったようですね。そういった時代を知ってる人は今でも映写機を扱うのに免許がいるのではと思ってる人もいるようです。どうしてフィルムを上映するのに免許が必要だったのかということなんですけども、昔のフィルム、昔といっても1800年代後半ぐらいから1900年代初めの頃ですけども、映画フィルムはナイトレートと呼ばれる可燃性のものでした。可燃性のナイトレートフィルムといってもイメージしにくいと思いますけども、有名な映画ニューシネマパラダイスを思い出してください。映写途中のフィルムが発火して映画館が火災になるというシーンがありましたですね。まさにあれです。当時の映画館はフィルムがナイトレートだったというだけでなくて、映写ランプとしてアーク光源を使ってました。アーク光源というのは、電気溶接をイメージしていただければよくわかると思います。電気溶接の時、強烈な光が出ますよね。あの光を映写光源として使っていたということなんです。当然ものすごい熱を発生します。この熱とナイトレートフィルム、火災の原因が2つも揃っているというわけです。普通にフィルムが走行している時はいいんですけども、何らかの原因でフィルムが止まったりすると、たちまちフィルムが燃え出すという事故が絶えなかったようですね。というわけで世界中で映画上映に関していろんな規制がかかるようになってきたということのようです。映写技師の免許が必要というのも当然かもしれませんね。ただナイトレートフィルムに代わって不燃性のアセテートベースのフィルムが普及していった過程で、1960年代頃だったと思うんですけども、映写技術者免許証は廃止されたようです。ただ戦後から1970年代頃まで、今度は16ミリなんかの小型映画の講習制度ができてきました。これは講習であって免許制度ではありません。この時期、教育機関なんかで16ミリ映写機が積極的に導入されましたし、また図書館とか専門の映像ライブラリーで16ミリフィルムを扱うようになってくると、火災というよりフィルムの損傷を防ぐという意味で、講習を受けた者にしかフィルムを貸し出さないとか、上映には講習を受けた者が携わるということが条件になっていったということですね。でこういった16ミリ映写機の取扱い講習というのは、今でも自治体とかいろんな関連団体の主催で行われています。ネットで検索してみてください。各地でいろいろ出てくると思います。ただこういった講習を受けずに映写機を取り扱うのが違法かというと、そんなことはありません。私のように映画制作についているものは、フィルムの時代は映写機は日常的に操作してましたし、周りのスタッフにもこういった講習を受けた人は見たことがありません。講習を受けなくても仕事の中で覚えていったというわけです。ただ今の時代、全くフィルムや映写機の知識がない人がこういった機材を操作するのはやはり問題があります。非常に貴重なフィルムだった場合、フィルムは一度破損するとその部分を捨てるしかありません。ですので、そういった講習を受けるということはこだわりませんけども、よく知ってる人の指導を受けながら上映するというスタンスは大切だと思います。以上、最初の質問、映写機を扱うのに免許がいるのかということの答えですけども、歴史的なことなんかがはっきりした資料を調べたわけではないので、わからない部分もありますけど、この程度の解説にしておきたいと思います。では2つ目の質問、上映中フィルムが切れたらどうするんですかということですね。今でも16ミリフィルムが見つかったけど上映できないかとか、16ミリで上映会をやりたいとか頼まれることがあります。その時は映写機を持って上映に行くわけなんですけど、必ず一緒に持っていくものが予備の映写ランプ、そして予備のエキサイターランプ。エキサイターランプというのは光学録音の再生に使う光源ランプですね。これが切れると光学録音の音声再生はできません。そして一番大事なテープ式スプライサーです。
ウライサーはフィルムの編集に使うものなんですけども、切れたフィルムの修復用に持っていきます。ちなみに映画フィルムのスプライサーは2種類あります。1つはこのテープスプライサーです。これはフィルムとフィルムを専用のテープで貼り付けるというものです。フィルムにはパーフォレーションがありますので、パーフォレーションの穴がテープにも開くようにできています。実際にフィルムの編集ではテープ式スプライサーはラッシュ編集に使います。とにかく取り扱いが簡単というのが特徴ですね。それともう一つ、セメントスプライサーというのがあります。これはまずスプライス箇所の乳剤を削ります。そしてフィルムセメントを塗って、これで接着するという仕組みのスプライサーです。これは結構取り扱いが厄介なんで、ラッシュ編集には使えません。もっぱらネガ編集に使うという感覚でしたね。それで上映会なんかに持っていく場合は、厄介なセメントスプライサーではなくてテープスプライサーを持っていきます。もしフィルムにトラブルがあった時はそれで修復するという体制でやってます。フィルムってよく切れるんですかという聞かれることもあるんですけども、ニュープリントのフィルムを正しく上映している限りは切れるということはまずないんですけども、何せ今の時代、上映会で映すフィルムというのはほとんどが何十年も昔のフィルムです。フィルムそのものの劣化もありますし、切れたフィルムをそのまま巻いているということもあります。ですので、まず上映する前に必ずフィルムの状態を確認するようにしています。フィルムのトラブルとして多いのが、折れたりしてフィルムが変形している場合ですね。これはフィルムゲートを通過できずに、そこでフィルムは破損してしまいます。こちらはパーフォレーションの破損ですね。これもフィルムゲートを通過できません。これはすでに切れてしまったフィルムですね。これはその部分を切り取って貼り付けるしかないですね。そして通称ワカメと呼んでるんですけども、ベースの材質が劣化して変形しているものです。フィルムの巻き始めにこの現象がよく起こりますけども、リールの途中でも巻きが甘い箇所なんかでも起こります。これも切って捨てるしかないです。それからこちらはフィルムゲートでフィルムが止まって映写ランプの熱で乳剤が溶けてしまったフィルムです。これもこのコマを捨てるしかないですね。それとこれはめったにないんですけども、フィルムが伸びてしまって映写機にかからないということがあります。アセテートベースのフィルムですから伸びには強いはずなんですけども、絶対にないとは限りません。伸びたフィルムはスプロケットも書き落としも通過させることができませんので、これは上映不可ということになります。先ほどのワカメもそうなんですけども、裏技はあるんですけど、素人の私が手を出せるようなもんではないんで、ここで喋るのはやめておきます。切れたフィルムの修復についてはプロの映写技師だったらもっといろんなことを喋れると思うんですけども、私はこの程度の解説しかできません。